にちは、ミッキーです。今日はリーバイスレッズの新作を発売日の検討を見るために原宿に来ています。私自身も、事前予約して届いたトラッカージャケットを着て、現場に行こうとしています。久しぶりに原宿駅に行ったんですが、なんかターミナル駅みたいな感じになっていて、随分印象が変わりました。新しいリーバイスのフラッグシップストアも Levi's ストアに行く前にもうライトオンに Levi's レッドの広告が出てますね。もともと原宿の Levi's ストアはこの表通り沿いにあったんですが、私がしばらく来てないうちにフラッグシップストアというのが1年前ぐらいにできて、場所も変わったようです。ここら辺だな。あ、着きました。誰も並んだりはしてないのかな。冬の広告もちゃんと掲載されています。